ないですか、なんかへへみたいな。地獄への案内でみたいな。深く掘るメリットもあるんですけど、はい、それは風が吹き込まないから影響を受けにくいっていう。あの対角化をこっちに貼るとピンと張るんですね。そう。チャークロスとアサッとスターターと、まあ、ライターとで、これがライマッチなんですけど、はい、8分間燃える。8分燃えるのがマッチって呼んでいいのかな。事故が起きてる。あ、チャンス。やめて、足らないで。どうしたんですかこれは。あ、パスタ。あ、でもこれはなんか問題になりませんね。そうですね。乾いてるところに乾いたものが落ちたぐらいで。オイルが。
オイルが漏れ入れてしまった。よいしょ。そうですね。なんだっけ、ククラコマスープテコ。これメモしたです。ククラコマスープテコいただきます。今日のとっちゃんご飯はククラコマスープテコです。前回より美味しいでしょ。いや、言うほど辛くないし、しかも、はい、美味しいよ。待って、これあなた野菜入れてないじゃない。入れなかった。野菜食べなさいよ。何やってんの。あ、実家暮らし。実家暮らしです。あ、じゃあ実家で食べられるか。はい、なるほど。それは茹で野菜ってことか。そうです、野菜スープか。野菜スープ、本当はね、温野菜メインだったんですけど、はい、湯がいたらいい出汁が出てきたんで、はい、ちょっと具を戻して。なるほど、はい。一枚焼きの照り焼きで、酒と醤油と水で漬け込んで待ってる間に。なるほど。ぐらいです。なんか泊まる人が多いせいか、ちょっと俺もこの後のことあまり気にしてませんけど、帰るの？伸ばしていいですか？いいですよ。あ、じゃあ朝まででお願いします。じゃあ朝まででお願いします。はい。今日の自分キャンプのおやつはケバブです。このケバブマシンにこのお肉、なんと今日は6キロです。6キロ漬け込んだ鶏肉です。どんどん刺します。これでケバブのセットが完了です。6キロ分です。あとはね、これ焼くだけなんですよ。そこにね、焼くっつってもそう簡単じゃないんだよ。ケバブのセットができたので、これを焼くところに持っていきます。
こいい。人足んないんだって、みんなやっちゃったんだよ多分。マネージャー募集あり得る。